それでは3月17日土曜日東京ディファレイヤー系で行われます ZEST31 対戦カード発表会見を行わせていただきます今大会では ZEST バンタム級えタイトルマッチえ藤原選手のベルトに房野哲也選手が挑戦することになりました藤原選手は昨年2月以来の防衛戦そしてえ房野選手は昨年11月 23日に行われました9周年記念大会でアメリカの強豪マービン・ブルーマーに勝利し今回の挑戦権を得ましたそれぞれ選手からコメントをいただきたいと思います去年の去年振り返って後半はちょっと失速気味に終わってしまったんででそうですね今年一発目それでタイトルマッチ僕も僕でちょっと 叶えたい夢というのがあるんで目標があるんでそれを叶えるためにもこの一発目の試合タイトルマッチ絶対勝ちます、えー、2012年目の一発目にタイトルマッチというカードを組んで頂けてまず関係者の方々そしてあとチャンピオンの藤原さんにはとても感謝してますありがとうございますただから僕にとって去年いい形で終われて今年こういう形でスタートできるっていうことなのでまあ 来るべくしてきたタイミングだと思ってます。まさに時は来た。そういう感じでいます。んん、見てて。ま ko してるの見たりとか、あとはまあそうですね。まあ、総合が上手い選手だなという印象がありますね。まあ、俺とはちょっと相性が悪いなと。見る人が見ればわかるんじゃないでしょうか？ そうですね、えーまあ、いつも試合を見ているんですけど、まあ、まず一番最初にメニスがやっぱいい体をしているなという、はい、あとはまあスタイルがとても完成されているので、まあ、当日は藤原くんのスタイルと僕のスタイルどちらかが貫くかという勝負になると思うので、まあ、いい試合になるとは思っています。 もう,そうですね数年、このベルトを持っていますしこのベルトを持って他の団体に出たりとか試合を毎回しているのでこのベルトありきでやってきているのでそれに1つの目標として生涯、このベルトを持ち続けるというまあ目標があるのでまあそうですねま僕のものですね、これは。 格闘技をやっていてベルト巻いてなんぼだと僕は思っているので、まあ、中にはそれは通過点という人もいるかもしれないけどまずはやっぱり巻き、まあ、たいですね巻いてゆっくり眺めて夜を寝てみたいですね、はい、まあやっぱりベルト持って他団体の選手と戦って まあ、あと外国人選手とかとも戦って世界に通用するという形を証明したいし、まあ、やっぱそのゼストをしょって、自分がゼストしょって戦って、ゼスト強いだろうっていうのを、俺が言いたい、そういう年にしたいんで、まあ、やっぱベルト、まずここを取って、であのチャンスいただければ、他の団体の選手と戦って証明したいですね。 まずは果たさなきゃいけない約束があるのでそのためにまずベルトを取ってあとやっぱりリングスさんがまた活動したのでそちらの方にも上がっていろいろ分野を広げていろいろ挑戦していきたいですね、はい、まあやっぱりしばらく KO からも遠ざかってるんで、まあ、みんなそろそろ見たいなと思ってるところだと思うんですねちょうどいいかかなと今回しっかり KO していきます。はい。そうですね。多分毎回みんな決めろと思ってるので、まあ、そろそろちゃんと決めて結果を出します。そしていただきます。